こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、箱根駅伝の人出がマジでやばい。まあお正月といえば箱根駅伝、まあ今回もあったみたいよね。まあ見てないけどさ、まあ結構駅伝ってね、お年寄りの方がよく見てるんやけど、でまた人出がやばかったらしいとよ。ちょっとね、その箱根駅伝の人出をねツイートしてる方がいるんで、早速見てみてください。皿屋敷、この情勢下でも大体 15% は言うことを聞かないと体感的にも納得できるデータが生まれた。2017年118万人、2018年120万人、2019年124万人、2020年121万人、2021年18万人、今回の発表。まあね、いつもの120万人とかよりかはだいぶ少ないっちゃけども、18万人がね応援に行ったらしくて、ちょっとねその状況を見てみて、こちら、まあこの沿沿いで応援してるっちゃけどね、これよく見たら結構年寄りが多いやん。でまた次のがやばいとよ。次がこちら、密です。やばくないこれ、びっしり。まあね、何、初詣とかカウントダウンもそうやけど、すごいよね。これは収まらんわ、新型コロナ。まあ日本政府もなんか9日に緊急事態宣言を出す方向とか言いようけど、緊急事態宣言出してもこう多分守らんやろうね、こういう 15% の人がね。だから多分無駄に終わって経済が疲弊するだけと思っちゃうけどね。緊急事態宣言ちょっと無意味じゃないかな。まあ政府は支持率を気にしとるのかもしれんけど、これ緊急事態宣言してパタッと人が止まると思えんしね。止めたらだって店の経営者も店が潰れるし、これはちょっと新年早々とんでもない方向に向かってると思うわ。まあちょっとね、この何、まあ 15% の人が自粛せず、85% の人が自粛してる、この今の日本、まあまだ始まったばかりやけどね、ちょっと多分かなりこれ感染大爆発を起こすと思うよ。まあ、それそうなった時に日本人がどう動くのかよね。まあ、とにかくミルキーブルーはね、缶詰であり、まあ、ちょっと出たとしても手洗いうがいマスクはね厳重にやっていこうと思っとうよ。まあ幸先波乱の幕開けやなこりゃね。ではご視聴ありがとうございました。皆さんも対策怠らないようにね。それでは。